こんにちは。優しい男性は女性がときめくと思っていませんか？もちろんソフトで穏やかな男性は人気があるもの。しかし男性が思うのと女性が思うのは少し異なること、知っていますか？優しいよねと言われている男性がなかなか彼女ができないということはよくあります。好みのタイプを聞かれると優しい人という女性が多いのに、なぜ優しい男性がモテないのか理由が知りたいと思いませんか？優しいのに女性から人気がないと思っているなら、この動画を見て今日も一緒に勉強していきましょう。1、本心がわからない。自分の意見を言わないのは優しいのに女性がときめかない人の特徴。例えば何食べたいと聞いても何でもいいよという答えが返ってくるような男性です。これは女性がときめかない優しい男性のあるあるです。モテるソフトな男性との違いはどんな点だと思いますか？女性から何食べたいと聞かれた時に自分の意見をしっかり言うことができる点です。女性がときめかない優しい男性は何でもいいよ、君が食べたいものでいいよと答えますが、女性がときめく優しい男性は和食かイタリアンがいいかなと提案してくれます。この時2つ提案をすることがポイント。もし女性の好みを知っていれば、その情報を組み込んだり気候や季節に合うような提案をしたりします。意見を言ってくれつつも女性への配慮があるためモテるわけです。勘違いしている男性は自分の意見を言わないことが重要だと信じているので、この時点で失敗に終わってしまいます。付き合う男性となれば本心がわからないのは怖いですよね。自分の意見を言わずに女性に従おうと思っていると女性との距離は縮まりません。優しさとは2人が共感するものなので、一方的になってしまうと成り立たないことを覚えておきましょう。2、的外れなことを言う。女性がときめかない優しい男性の中には的外れなことを言ってしまう男性もいます。このタイプは自分の価値観を押し付けてしまいやすいタイプです。自分ではスイートな男性と信じて行動していますが、実は的外れで KY ということもあるんです。例えば女性が悩み事を真剣に相談しているのに的外れな笑いに持っていってしまうようなこと。男性は女性の気持ちを上げようとしてやっていても今そんな気分じゃないともやっとさせてしまうことも。女性がときめく優しい男性は女性の気持ちに沿った対応ができます。これは共感能力が高いか低いかの問題です。モテない優しい男性は共感能力が低いため女性の気持ちに寄り添った行動ができていません。まさにこれは優しさの勘違いの代表で、自分本位な優しさになってしまっています。的外れな優しさを続けていると優しいとも言われず KY な人だと思われてしまうので、見直すようにしましょう。すべては相手の気持ちに寄り添えるかどうかがポイントとなります。3、何でも受け入れてしまう。どんなことでも受け入れてしまう男性は優しいと思われますが、それ以上になることはあまりありません。何でもかんでも女性の言う通りにしてしまうと女性は物足りなくなりつまらないと感じるからです。最初のうちはいいのですが、だんだん飽きてきてしまいます。どんなことでも断らず自分の言いなりになってしまう男性は魅力がなくなってくるからです。これはいわゆる都合のいい男になりやすい特徴で、振り回されて終わってしまうことがよくあるパターン。女性は優しい男性も好きですが、頼りになる男性を好む傾向があるので、この両方を兼ね備えなければいけません。そしてどんなことでも受け入れてしまう男性といれば、自分の願いが叶う反面どんなことが起きるか予測できてしまいます。そのため恋愛にある予測できない未来がなくなり、つまらないと感じるわけです。まるで先のわかる映画を見ているように途中でやめてしまうことに。女性の言いなりになることが優しさだと勘違いしているなら、すぐにやめましょう。時には自分の意見を通すくらいのことをしないと女性が飽きて去っていってしまうばかりです。4、怒らない。何をしても怒らない男性は寛容だと考えるかもしれませんが、本当にそうでしょうか？例えば親が子供に怒るのは子供が正しく育つための愛情ですよね。愛情があるからこそ怒ることができるわけです。恋愛でも同じで、好きな相手であれば間違ったことを指摘したり時には怒ったりすることもあります。怒られたら相手を嫌いになることはよっぽど理不尽でない限りありません。むしろ
本音でぶつかり合えることが愛情を深めていくことになります。そのため怒らないと女性は不信感を持つようになり、本当に自分のことを好きなのかと思うようになります。優しいと思われないため、怒らないことが優しさだと思い違いしていることが多いですが、全く怒らないというのは逆に怖くなるんです。わがままな女性に振り回されたいというなら別ですが、女性が求める優しさは怒らないことではありません。優しさが何かを知っているなら、必要な時に女性に怒ったり助言したりすることができます。ときめく優しさとは、相手のことを包み込むような優しさなんです。5. 誰にでも同じ。優しいのに女性が寄ってこないと思っている男性は、誰に対しても優しすぎる可能性があります。好きな女性にも同じような優しさで接していると、女性は物足りなくなり、特別に扱われていないと感じます。そのため自分では寛容だとアプローチしていても、女性が気づかないということも、あの人は誰にでも優しい人なんだという認識になってしまうためです。しかし同じように見えるのにモテる男性はいます。それはどんな点が違うと思いますか？例えば社内の誰にでも優しく接する親切な男性がいたとします。誰からも好かれるタイプで立派な人。女性がときめく優しい男性は、好きな人にはまた別のアプローチをすることができます。他の人よりも多く残業を手伝ってあげたり、相談に乗ってくれたりなど、ちょっとだけ特別感を感じさせることで、他の人とは別だと気づかせる努力があるんです。女性がときめかない優しい男性は、この区別をせずに誰にでも同じことをしてしまっているため、女性は気づかないことに。全ての人に嫌われたくないという気持ちがどこかにある場合が多く、好かれようと気持ちが前のめりになってしまうんです。人に親切にすることは大事ですが、そればかりにとらわれず、自分が好きな女性に対する特別感も忘れずに出すと、女性がときめく優しい男性になることができます。6. プライドが高い。優しい男性なのにモテない人の中には、実はものすごくプライドが高い人がいます。一見誰にでも媚びているように見えて、内心は岩のように頑固でプライドが高い人もいるんです。このタイプはみんなに優しいと思われていることが自分のプライドを守ることになっています。そのため優しいと言われることが快感となり、優しくすることで承認欲求を満たしています。なぜこのタイプがモテないのかというと、上辺だけの優しさだからです。人のための優しさではなく、自分の承認欲求を満たすための優しさというのは、どこかでほころびが出ます。一生懸命アピールしても、女性はどこかで気づくことに。付き合うようになったらガラリと変わったということも、このタイプはよくあります。そのため彼女ができても長続きしないので、だんだんモテなくなっていきます。自分を偽っても、いつか偽りは崩れてしまうもの。自分の名声のためにだけ優しさを見せようとするのは、モテない優しさだけでなく、人間関係においてもマイナスポイントになるので、正直な自分にまずなることが重要です。 7. 優柔不断すぎる。自分の意見を言わないこととつながるポイントですが、何事も決められない優柔不断な男性はモテません。いつまで経っても決まらないと、毎回女性が決めなければいけなくなり、負担になります。男性が自分で決めることができないのは、相手がどう思うか気になっているだけ。これは一見相手を思いやっているように見えて、自分がどう思われるかが気になっているだけなんです。そのため結果的に女性のためではなく、自分のためにしていること、これは本当の優しさではありません。優しいのに女性がときめかない男性の共通点はここなんです。もちろん中には相手への優しさだと思ってやっている人もいますが、よくよく考えると自分のためだということもあります。優柔不断というのもその一つで、決めることができない人は相手にどう思われるかを気にしすぎて言えなくなっていることがほとんどです。一つに絞れないなら、二つの提案を用意するところから始めましょう。優しさというのは相手と向き合わなければ成り立ちません。いかがでしたでしょうか。優しい男性に女性がときめかない理由は、考え違いが原因です。優しいと言われていても、実は心から思っていない優しさならば、女性は気づいてしまうため、恋愛に発展しにくくなってしまうんです。
まずは自分に正直になることと本当の優しさの意味を知ることが大事。モテる優しい男性を目指して自分磨きをしていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。